コーチの環境もあるよもちろんね。もちろんそうですね、うん、やっぱり、まあ、その選手をそこまで育ったっていうのがあるからこそそこに行ったっていうのもありますし、選手とコーチ両方とも見て今回は選ばせていただきました、うん、そのコーチがブライアン・オーサーさんという方。はい、そうですね、うん、はい、どんな方なんですか。几帳面です、ものすごく。まあ、ジャンプも教えるのうまいですし、基礎的なものもものすごく教えるのうまいんです。ロジカルにちゃんと教えてくれてそうなんですけれども、うん、精神的なものをコントロールする、そういうところがものすごくうまいです。精神的なこと、例えば僕があまりにも緊張状態に陥っちゃった時とか、はい、逆に集中しすぎてしまった場合とか、はい、そういう時に例えば笑わせてくれたりだとか、はい、逆に集中してなかった時は、うん、一括じゃないですけども、はい、ちょっと刺激を入れて、でそこからまた集中し直そうっていう風にも考えられるようになりますし、うん、まあ、英語ですけれども、うん、ものすごく自分の気持ちのコントロールっていうものはしてくれるなっていう風に思ってます。そうだよね、メンタルな部分ってものすごく大きいもんね。はい、練習